やってはいけないスケジュール管理。もうスケジュール管理といえばこの人っていうのを2人お呼びしました。スケジュール管理、もちろん正解はいろいろあるけど NG って似てるよね。こんな話になったんですよね。だから今回はまあセンター試験まで近い受験生もそうですけれども、高1高2この人にもねぜひ聞いてほしい。元気東大学生のセンスブルです。さあ今回はやってはいけないスケジュール管理、今までやりたかったわけよ。いろんなねコメントリクエストいただいてようやくやりました。ということで今回はやっていきます。なんだけれども僕一人じゃないんですよね。もうスケジュール管理といえばこの人っていうのを2人お呼びしました。まず東大のねリーチから教育学部の教育の神アイラマン。あなたを包むすべてが。はい、どうも歌のお兄さんのアイラマンです。ジュジュですか。ジュジュです。あーすごい、ありがとうございます。次タッキーです。東大大学に入る予定のタッキーです。もう東大学部の図書館でやっても4曲が話せる TOEIC 満点も素晴らしいもう方なんですけれども、言うたらね僕もこう東大の、まあ、医学部で、ね、東大の現役合格で、そして、まあ言うたら4曲がまたいろんなね勉強の仕方が違うわけじゃないですか。けど話した時に似てるんですよね。あれスケジュール管理、もちろん正解はいろいろあるけど NG って似てるよね。こんな話になったんですよね。だから今回はまあセンター試験まで近い受験生もそうですけれども、高1高2この人にもねぜひ聞いてほしい。ということで早速やっていきましょう。それではいきましょう、レッツゴー、レベルアップ。はい、ということでまずじゃあ第3位、もうこのねランキング方式なんですけれども、久しぶり。そう、久しぶりですかね。はい、これはちなみに僕が考えたんですけれども、じゃあ、タッキー何だと思いますか。第3位、ありがちなんですけど、こう今日は数学5時間勉強するみたいな。ああ、ね、5時間とかね、いっちゃう人ですね。確かに単位で決めちゃう。あ、もう素晴らしいです。時間ベースで細かく決める、これがすごく僕は多いと思うんですよ。これ確かにね、人によってはもう私これしかやったことありません。これ何かっていうと、例えば9時から10時は国語、10時から11時はこう、うん、計画を立てて綿密に立てて几帳面に立てるんだけど、いざやってみると成功率何パーですか。そう、ほぼできない。ほぼできないですよね。学校の時間割りみたいな。そうそうそう、だからほぼできないのにけどこれが計画なんだ、スケジュール管理なんだって思ってる人すごい多い。まずこれ第3位、これ聞いたことある人ほとんどいるかもしれないんですけども、僕らどうやってやったかっていうと、時間ベースじゃなくてタスクベースなんですよ。これを覚えておいてほしい。まず何かっていうと、一番 NG なのはやっぱさっき言ったみたいに9時から10時国語、10時から12時なんとかっていうのをやって崩れてしまう。ああやばかった、結局ミスりました、どうすればいいんだ、どうしようってなっちゃうと、まず何が言いたいかっていうと優先順位だよね。例えば僕も今国家試験の勉強してますけれども、今日は 何時から何時までとかじゃなくて、産婦人科のこっからここまでは絶対やろうとか、精神科のここからここまで絶対やろう、プラスアルファで時間が余れば例えば復習しようとか問題解こう、そうやってタスクベースで決めてるよね。だからこの優先順位をつけるっていうことがすごく大事になってくる。だからまずここは自分が今できてるかどうかを考えてみてほしい。それがこの続きにつながってくるんですよね。ということでよろしくお願いします。第2位、これはですね実はアイダマもね考えてきてくれたんですけれども、何ですかこれは。これはですね、当日になってやることです、ね、あー当日になって、アイラモンが青なんでね。ということで、じゃあせっかくなのでアイラモンここ来てちょっと話してみますか。はい、わかりました。はい、今からそっちに行きます。はい、はい、アイラさんこんにちは。はい、すごい急に現れましたけれども、はい、じゃあアイラモン当日にね、なってやることを決めるんですけど、ちょっと具体的に、はい、これ結構やっぱ多いんですけど、当日の朝起きて今日何しようかなって考えちゃう人がまあ結構いると思うんですけど、かなり時間の無駄だと思いませんか。朝起きてから初めて決めるみたいな。じゃあ今日なんか何しようかな、あこれから始めようかなっていうふうに思ってる時間がまずもったいないし、かつなんかモチベーション上がりにくいんですよね。やること決まってないからなんかグダグダ始まっちゃうというか。確かに、そう、それだったら、うん、そう、前日の夜に決めといた方が絶対に。俺もそうだったわ、はい、確かに前日の夜にじゃあ明日朝何やろうかなと思ったら、結構そう前日の夜考えたことによって、まあ、すぐ始められますし、かつなんかモチベーションも上がりませんか。確かに明日はこんなことできるみたいな。そっか、イメージができるんだね、うん、言うたら寝る前から、はい、確かにそうですよ。それこそこの優先順位って言ったんですけど、その時に明日やること、その順番も決めとく、別に時間じゃないんですよ。明日一番目に単語、じゃあ英単語やって、次は数学の問題解いて、で次はなんちゃらっていう風に考えておくことによってすぐにできるし、かつまあサクサクスムーズにいくかなっていう風に思います。すごい、なるほど。じゃあ言うたら当日になって初めてっていうよりは、前日の夜プラス優先順位をね、はい、決めようっていうことですよね、まあ、確かにこれもタスクと結構似てますよね。同じだなって。はい、そうですね。ということで、ありがとうございました。帰ります。OK です。まあね、今みたいに勝手に登場したんですけれども、じゃあ次はね、魔法で登場した。次は第1位、これはですね、まあ、4カ国語、あのすごいもう大先輩、もうね本当に英語で言うとね自分よりもすごく学びの多いだけなんですけども、これは何が入りますか。目標がでかすぎる。あ、そっち。確かに、なるほどなるほど、ちょっと深いですね。でかすぎる。じゃあせっかくなら字がすごいなんか
せっかくあるじゃあタッキーもここに、はい、魔法使いますか。はい、魔法使います。はい、じゃあお願いします。いきます。えっ、すごいナルトみたいなありがとうございます。はい、今日何やろな。そうですね、こう僕の自分のこう自習ノートっていうかもあるんですけど、すごい、これ実はあの目標を、まあ、細かくではないんですけど1ヶ月ごとに設定してあって、1ヶ月ごとで、まあ、1週間ごとに1週間の初めにやっぱりその、まあ、当日じゃなくて1週間分決めちゃうんですよね。でその中であの達成度を、まあ、ギリギリ達成できるかなできないかなぐらいのやつをあの事前にセッティングしておくんですよね。でそれによって自分のできる範囲を把握することができて、でそれをじわと伸ばしていこうっていう思惑があって。なるほど。じゃあギリギリいけるかいけないかをやって、はいはい、そこを言うたら超えたらよっしゃになりますし、ね、すごい。せっかくのこのノートの画像を今編集で出てるかもしれないですけど、読み込み中です。微妙にね、じわじわっとこう勉強時間とか伸ばしていきたいなとも思うんで、見える化して、うん、その可視化してこれ大事ですよ。見える化すごくキーワードになりますよね。なんか目標がでかすぎ、僕もすごい思うのは、なんかこう目標をそれこそ、なんかまあ変にでかすぎるっていうのもそうですし、うん、逆に目標がない人とかも、そうですね。かなり辛いです、ね。はいはい。やっぱりその目標を小さく設定して、それができたっていう、その達成感の成功感覚から、うん、まあ自己肯定感も上がりますし、やっぱりこの時間ベースで細かく決めたりして、まあ大きなこう時間、いや5時間やるってやって、足4時間しかできなかったってこう、どんどんね、その悪循環になっていっちゃうんですよね。まあ全然ダメだな、自分ってダメな人間だなみたいな。うん、それが一番悪いと思って、比べる的は、まあ、昨日の自分であって、まあ、昨日より一歩前に出せればいい、そういった感じで。だからそれこそ1週間経ってるっていうのもそういう意味で、はい、ああすごい。ぜひこのノート多分ね欲しいという人いる。いや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 、すごい。けど今ちらっと見たんですけど、医学部のそれこそ勉強ですね。はい、すごい。いやだったら受験勉強 もちろんそうですし、そういったこう大学からの勉強とかのまさに使えますよね。はい、なるほど。だから見える化プラス、まあ、あとはなんだろう、まあ、成功体験というか成長を感じるってことですね。そうですね、確かにこれはすごく大事だな。ありがとうございます。はい。はい。戻ります。はい。はい。ということでね、まあ、3位、2位、1位。まあ、これ、僕だけの意見っていうよりも、いろんなね、まあ、人話し合って、僕も東大同期ともよく話しますが、やっぱりこう、NG っていうのは共通してるんですよね。例えば、今、竹部言ってくれましたが、時間ベース。これよくさ、20時間勉強しようとかよくね、言う人いるけど、やっぱり僕できないです。20時間勉強、それを毎日とか。それだったら、どんどんね、自己肯定が下がってしまうから。だから、まずは継続できるように。だから、これはしっかりやると、毎日がね、コツコツでもいいんで、しっかり自分の成長を確かめながらできる。っていうことなんですが、これですよ。今ね言ったことをやっても、これができてないとね。これができてないよ。いやこれがねやってないとちょっと殿堂入りというか、もう僕はもう無理です、お手上げですっていう人いるんですけど、はい、どんな人だと思います？これはさすがに予想できないかもしれないですけど。でも無理ですね。予想できないなら。こっちそうきたかってなると。まあ、時間ベースでこの頑張ってますよね。当日になってやることに、まあ確か頑張って、まあ、目標が少ない、目標決めないと頑張ってる、うん、こいつは勉強しない、しない。そうなんですよ。スケジュールとかスケジュールしない、勉強はするんだけど、なんか自分ならできる、自分の感覚でやってしまう、そういう人は A 判定取っても多分落ちます。これは結構僕の正直きついこと言ったけど、僕のまあ言うたら周りの人見てたんで、 A 判定取りました、結構自分は余裕あるよね。で結構天狗になっちゃうわけよ。天狗になって、あじゃあ自分このままでいけるから、まああとは自分苦手なところだけやればいいやんってポン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 やって、気づいたら現役生とかさ、もうブワッと追い上げてくるわけ今から。でもうマリオカートで言うとみんなキラーなわけね。ウィーンウィーンってやーってなって最下位でしたってね、終わるので、ぜひこのしない、せっかくねこれやったわけなんですから、ぜひ今日からの一歩でもいいので、だからどれか、あ自分これが足りなかったなっていうのがあれば、今日こういうの始めてみてください。じゃあね、ぜひスクショしたい人もいると思うんで、はい、スクショタイムです。よろしく頼むぞ。はい、終わり。ということでお疲れ様でした。さあ最後になんかタッキーとアイナマンのメッセージありますか？タッキーから。まあスケジュール管理もやっぱり練習が必要だと思うんで、とりあえず始めてみることですよね。あ、まずは第一歩。はい、でまあ微調整、自分に合ったやり方を模索していくっていうか、それが大事だと思いますね。自分が合ったすごい大切ですよね。正解は一つじゃない。そうですね。はい、じゃあアイナマン。あとなんか僕は思うのは、毎日その自分がやったことを記録しといてほしいなっていうふうに思って、おいおいおい、そう、次の予定を立てるのもそうですけど、その予定立てる上で毎日自分が何をやったのか、うん、今日一日何をやったのかっていうのをまあ、記録しておくことで、後から見返した時に参考成長、そうですね、参考にもなりますし、自分の成長はちょっと感じられるかなっていうふうに思うので、それはぜひまあ何かしらノートとか、まあ、僕はちょっとその専用の紙を作ってたんですけど、確かにそういうのを自分で作ってもいいかもしれないです。僕も実際それは作ってたんですけど、言うたら受験本物のお守りにもなりますよね。まあ、そのノート持っていったら、あここまで頑張って自分ならいける、ぜひね、まあ、高校3年生ももちろんですけれども、高1高2も今からね始めて損はないので、ぜひやってみてください。それではお疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。第1回チキチキポケモンなんだろうな。ポケモンを、まあ、英語で説明文を読むので、ポケモンの名前を、まあ、日本語で言って、それが東大学です。